今日は姫路城の桜を見に行きました。まだちょっと早いですけど、このしだれ桜はもう咲いてますね。一部きれいな桜だけちょっと今日は撮ってみましょう。ああ、お城の周りのお堀ですね。魚もいますね。ゆっくり泳いでいます。今日は何度って、これ違うな、お城のソメイヨシノ、この一本はもうだいぶ五分咲きですね。ソメイヨシノ五分咲きです。最近急に暖かくなったんで急に咲くから、これも本当に困りますね。もう1週間も持たないで終わりですかね。こんな感じですね。まだこっちは三分咲きぐらいですかね。遠くにお城見えますね。はい、鯉もふらふら泳いでます。ちょっと長いね、この鯉ってね、食べるものがないんだね。長い。はい、また一部桜が咲いてるとこ来ました。ソメイヨシノです。今お城の周りを歩きながら散策してます。もう今日は4月ですから、今年はすごい遅れてますけど、 2,3 日前は全然咲いてなかった。急に20何度ですから咲きますね。お堀の周りです。どうですか、 お城ちょっと見えますか。はい、姫路城です。こんな感じですね、桜並木。まだ本当にチラチラだけですね。はい、ここちょっと五分咲きですかね。ここもね、あ、いい天気です。青空です。はい、近く寄ってみましょうか。はい、どうですか。このミツバチちょっと変わってるよね。はい、ついでに水仙とこの紫の花は何か分かりません。この黄色い花は時々よくありますね。奥さん今菜の花と間違えたみたいですよ、遠いとこから見たから。黄色見ただからすぐ菜の花と思う。そうそう、ああこっちから撮ると綺麗に映るわ、うん、ほらそうそう、さんちゃんこっちからだからね。そうそう、ブルースカイですね、うん、やっぱり下はよく咲いてる、上はまだまだ。はい、全体的に姫路城の桜は三分咲きですかね。空ブルースカイですね。こんな感じですね。まずは
一番に皆さんに報告しておきましょう。ちょっとこれソメイヨシノじゃないような色してます。だいぶこっちは咲いてますね。はい、これちっちゃい桜ですけど大きいですね、花がね。はい、これはソメイヨシノですね。よし、ピンクっぽいけど、うん、ピンクっぽいね、これ本当にちっちゃいから、ちっちゃい時ピンクかな。そう、うん、高公園ですね、これはね。高公園の入り口です、こっちが。姫路城の隣の日本庭園です。ここは綺麗ですよ。後で入ってみますからね。はい、本当に春の観光シーズンになりましたね。姫路城もね。あー、これできる。お堀の船ですね。前、秋とか冬なかったけど、春はあるんですね。お堀の船、船観光ですね。和船乗り場、和船乗り場ですね。はい、料金大人1500円。あ、時間で出発する。これ待ってる人ですね。はい、松の盆栽ですね。松ですね。そっちは柳ですね。これ柳、新しい葉っぱが出そうです。今日いい天気で気温が23度ぐらいありますから、観光客はでも少ないな、月曜日だから。あとみんな朝から行こう。でもここすごい見ていっぱい。どこ？あ、横断歩道ね。のんびりするな。本当だ、鯉いっぱいいるな。はい、ここはもう綺麗に咲いてます。連射しといていい？いいよ。姫路城にもう入れません。木によってすごい咲いてるのと全然咲いてないのとはいろいろですね、やっぱりね。
前来参观西路城的游客请注意，西路城即将于下午4点停止入城。花見客いますね、若者がね。快入城。若者の花とか見てないんですけど、雰囲気だけね。まあだいたいこんな感じですね、姫路城は。まだ三分咲き、二分咲きって感じです。お客さんいっぱいいますけど、千姫しだれ桜です。はい、こんな感じですね、しだれてます。色が白いね。上野の公園はピンクだけどね、ここは白い。姫路城もちょっと撮っとくかな。これしか、これしか。上向いてるの。